こんばんかきかき、ミステリー案内人です。コツエさん、何を書いてるんですか？イラストを書いてるの。私こういうの好きでね。じゃーん、案内人さん書いてみたの。どう？わあ、思ったより上手じゃないか。それ僕にくれよ。僕が書いたことにして自慢するから、君のイラストあっという間に有名になるぞ。なんですって？確かにジェフの方が有名人ですものね。私のイラストが有名になるなら。コツエさん、すぐ利用されちゃうから心配ですね。今回は意味がわかると怖いお話をしましょう。私の名前はピュア、シナリオライターだ。時間を忘れて執筆しているときは本当に幸せ。でも私の作品は売れなかった。苦しんで苦しんで死ぬんじゃないかってほど追い詰められていたこともあったな。それでも今もこうやって執筆を続けている。ある人のもとでね。ピュア、執筆は終わったかい？まだです。締め切りもうすぐなのよ。すみません、飲まず食わずで頑張ってはいるんですが。頑張るのは当然よ。納期までに最高のシナリオを届けるのが大事なの。まあよろしく頼むわね。私は取材に行ってくるから。次のテーマはホラーだから、有名な自殺スポットに連れて行かれるの、あの担当嫌になっちゃうわ。この人は岡間先生、小説家だ。勘のいい人はわかるかな。私はこの人のゴーストライター。最初は嫌だったよ。なんでそんなことしなきゃいけないの？自分の名前で勝負したいのにって。でも食べていくためには仕方がない。実際岡間先生は自分が売れるための術を知っている。あの手この手でミリオンセラーを連発。有名な霊能力者の家系で、先生自体にもそういう不思議な力があるんだとか。霊能力者としての確かな力に加え、小説やエッセイ本、絵描きとしての才能まであると世間からは評価されているんだ。その結果、今では奇跡の天才魔女なんてもてはやされている。まあ実際は私たちゴーストライターが陰で支えているからに過ぎないんだけどね。ふむふむ、これ全部自分で書いたの？はい。素晴らしいわ、あんたには才能がある。本当ですか？嬉しい。先生、私自分のシナリオを褒められたのは初めてです。私の名前で書いてみない？こうして私は岡間先生のゴーストライターとなった。この骸骨クエストも私が書いたんだ。もちろん私の名前はないけど、誰が書いたかという表記が違うだけでここまで売れ方が変わるとは。むちゃくちゃ驚いた。でもね、中には欲が膨らむものだっている。この作品は私の名前で発表したいんです。お願いします。どうか許可をください。そうなの。ちょっとこっちへいらっしゃい。そんなことをすればゴーストライターとしての職を失うだけでは済まない。いや、許して。自分の作品なんて二度と言わないから、お願い。いやー、そう、先生には裏の顔があるんだ。ふう、だいぶまとまってきたな。しばらくして先生が帰ってきた。ピュア、ただいま。帰ったわよ。お帰りなさい先生、執筆終わりました。さすがね。ああそうそう、新しい仲間を紹介するわね。ピュアと同じようにこの人からも才能を感じたから連れてきちゃった。よくわからないけど頑張ります。よろしくお願いします。以前は漫画の原作を担当していました。さあどんどん書いて、ミリオンセラーを連発するわよ。先生はこうしてたびたびゴーストライターを増やしていく。全く困ったお人だ。それでは解説に入ります。これは悪気もなくゴーストライターを増やしていく小説家が怖いという単純な話ではありません。そもそもゴーストライターとは、一般的に著者として有名な本人に代わり、その陰で文章を書いている人を指す言葉です。しかしコツエさん、ゴーストという英単語にはどういう意味がありますか？ゴーストってお化けとか霊って意味じゃないの？私みたいにね。その通りです。そこで岡間さんについて思い出してみましょう。彼女は有名な霊能力者の家系に生まれている。
さらにピュアさんに仕事を頼んで自分が出かけた取材先は有名な自殺スポット。そこで出会って連れてきた新たなゴーストライター、つまり彼女の仕事を手伝っているゴーストライターたちとは全て命を失った者たちということになるのです。そういうことだったのね。案内人さんのイラストって結構人気なんだな。おい、ほねこ、君のおかげで売り上げが3倍になったよ。案内人さんのイラストが可愛いってね。私はこっちよ。でもこんなにたくさんの人が喜んでもらえるなんて、私嬉しいわ。もっと描いちゃう。あらあら、完全にゴーストイラストレーターですね。売上金1円ももらえませんが、幸せそうなこつえさんですよ。ぜひグッドやチャンネル登録もよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。2人で家族サービスできてなかったなら、久々に家族3人で外出しているんだ。ねんぼーやっほーい。ねえパパ、私トイレに行ってくるから待っててくれない？オッケー、じゃあここで待ってるよ。はーい。